どうも、サワケンと申します。よろしくお願いします。Hey folks, how's it going? This is サワケン for you. さあ、今日から私は歯列矯正を始めました。Today, I got braces. こんな感じ。Like this. で、まあ、歯列矯正に関しては結構前からやりたかったことなので、喜ばしいことなんですけれども、英語の発音になんか影響があるのかなってちょっと気になってたんですね。で、結論から言うと、そんなに影響はないです。ただ、まあ、そのうち慣れると思うんですけど、痛いんですよ。器具が、唇の裏側に当たって、痛いんですよね、結構。で、それで、例えば、ABC とか、ABCDE とか、口角が上がるときに、こう、ギュッとこう、当たるので、それでいててってなっちゃうのがちょっと気になりますね。A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T T 痛いね。 T U V V も痛いね。 V W X Y Z あ Z Z も痛いね。こんな感じです。だから、それ、この痛さが治れば、まあ大丈夫なのかなとは思ってます。で、一応ね、その、痛みを和らげるために、こういうワックス、グミ状になってて、それを、こう、ポチってつけれるんですよね。そうすることで、その、表面を滑らかにして、あんま痛くないようにするってやつなんですけれど、これ、もし、矯正始める方いらっしゃったら、これ絶対買った方がいいと思いますね。多分その歯医者さんでももらえるとは思うんですけれど、僕も、一箱はもらいました。あって、でもすぐ多分使い切っちゃうと思うので、自分でも買っといたって感じですね。とりあえず初日の報告は以上です。 Thank you very much. See you. 行ってこの See の C が痛い。OK. Bye.